にちは、こんばんは。シムチャンネルのシムエンです。はい、本日はですね、こちらダイハツのキャンバスをお借りしてきました。こちらの今回は新型のねキャンバスになりますので、いろいろねレビューの方していきたいなと思います。軽自動車でねご購入悩まれている方はね、ぜひご参考にしてみてください。それでは本日はサクッとやっていきましょう。はい、それではまずこちらのお車のカラーなんですけども、こちらがシャイニングホワイトパールとレザーブルークリスタルシャインというね2色の組み合わせで、まあ、構成されたカラーになっております。こちらの方はグレードが G ターボとなっております。かなりね上級グレードっていう感じで、装備も盛りだくさんだし、ターボもついとるっていうね、かなり乗りやすい車となっております。まずねここのねエンブレム、すごいシンプルでかっこよくないですか。こう離してみてみてください。ほらキャンバス、ここ結構アクセントに近いかなと思います。ここら辺も可愛いグリルっていう感じでね、開放部があんまりないっていう感じですね。ですんでもう見た感じが結構本当にねキャンバスっていう名の通りバスに近いようなすごいシンプルなデザインとなっております。ヘッドライト見ていきましょう。丸型のヘッドライトとなっております。ちょっとつけてみましょう。はい、こちらが LED ヘッドライトとなっております。かなりね綺麗なお色になっております。ちょっと明るいんでね分かりづらいかもしれませんが、かなりね綺麗です。じゃあ次ウインカー行きましょう。はい、ウインカーは LED となっております。後ろ側も見ていきましょう。こちら横にもウインカーがつきます。はい、後ろの方はですね普通の豆球のタイプがついております。レールのねここのランプもかっこいいですね。ちょっと踏んでみましょう。ブレーキ踏みます。はい、それではですね横の方を見ていきましょう。横の方はねやっぱりねカラーの特徴であるね綺麗なね配色の塗り分けというか、そこがすごいおしゃれだなと感じました。でねここのねメッキサイドのこれガーニッシュになるのかな、これがかなりアクセントになって引き締まった感じにしてるんじゃないんでしょうか。またここのフロントの、まあ、ノブの方もメッキになっておりますので、傷とかねつきにくいような仕様になっております。こちらが一応キャンバスの鍵になっております。ここで開けます。はい、ピッピという音で解除で、閉めるときはこちら一度ピッとなって閉まります。はい、こちらねキャンバスの方は両側の電動スライドドアがついております。こちらを押していきましょう。開けて、はい、自動で開きました。かなりねこれ両側電動スライドドアは便利なんじゃないでしょうか。小さいお子さんとかね、まあお荷物とかそういったのを乗せる際にはこちらかなり便利な鍵ですね。はい、じゃあ続いては車内の方を見ていきましょう。まずはドア音から、うん、しっかりめのタイプの閉まり方ですね。開けましょう。中の方をご覧ください。はい、それでは中の方に乗り込みます。かなりねこのホワイト基調の内装がおしゃれですね。僕結構白い内装って好きなんですよ。まあ、白のね本革とかも好きなんですけども、汚れとかね、まあ、そういったのがちょっとまあ懸念されるかなとは思うんですけど、見た感じがねすごい清潔感のあるような感じで僕は好きですね、こういった配色。こちらディスプレイオーディオがついてないので、こういったねスマホとかのワイヤレス充電が本来だったらできます。ディスプレイオーディオの方をメーカーオプションの方でねつけていただいたら、こちらではワイヤレス充電ができるということで、かなりこれは便利です。ここもしっかり滑り止め加工がされておりますので、滑りにくいので、まあそのガタつきっていうのもないかなと思います。溝もねありますので、まあ、運転中にねこっから飛び出して逃げるっていうのはあんまりないんかなとも思います。はい、僕もね軽自動車あまりレビューしたことないのでちょっとわかんないんですけども、こちらねフロントの方に窓がございます。これがあることによってまあ結構ね視界がよく見えやすい感じにはなっております。ホイール側の下の方ですかね、あっちの方がまだ見やすいんかなと思います。
はい、やっぱりね、僕この車に乗って初めて見た装備があるんですよ。それがですね、こちらです。はい、こちらなんと保温付きのカップホルダーが付いてるんですよ。これすごくないですか？これからね、冬でまあ温かい飲み物とかね、飲まれる際に保温機能が付いてるので、常時ね、温かい飲み物が飲めるっていう環境が作れるのはすごいなと思いました。はい、こちらのお車のシートなんですけども、ファブリックシートっていう感じですかね。布製のシートで、かなりね、まあふかふかなんかなとも思います。ちょっと座ってみますね。いかがでしょう？感想で言ったら、まあちょっと固めのファブリックシートみたいな感じですね。でもまあすごくしっかり運転するにはこういったシートの方がいいのかなと思います。ハンドルの方はね、まあこちらね、またアクセントでね、ここの白っていうのがねかっこいいんですけども、ハンドルは普通のちょっと柔らかいような素材の、触り心地は合皮に近いんかなっていう感じのハンドルとなっております。それではエンジンの方ちょっとかけていきましょう。ブレーキを踏んでかけます。はい、こちらエンジンがかかったんですけども、こちらがキャンバスのメーターになります。このね、中のホワイトのねデザインで囲われていて、でさらにメーターの針も白、なんかすごい高級感を感じるようなメーターとなっております。こちらの車両は電子式のパーキングブレーキとブレーキホールドの方がですねついております。ですので、こちらの足元にはアクセルとブレーキしかございません。はい、こちらのトレイがね、かなりやっぱりおしゃれ感があるという感じですね。こういったデザインは初めて見ました。シフトノブはこのようにね、ストレート式となっております。まあオーバードライブみたいにね、ここにはスイッチはございません。こちら G ターボですので、アダプティブクルーズコントロールの方がついております。エンキープの方もついております。ここのエアコンパネルの風向きの調整なんですけども、ここのメッキっていうのがちょっとかっこいいですよね。僕白にメッキって結構好きなので、こういったアクセントのメッキがおしゃれだなと思います。それでは後席の方を見ていきましょう。後席はね、スライドドアですので、ここボタン一つでね、扉の方を開きます。かなり広くないですかこれ。ちょっと乗り込みますね。よいしょ、すごい、これ座面がすごい幅広ですよ。ホットファンかっていうぐらい結構広いですね。こちらにはマックス5キロまでの収納があります。両方あるって感じです。こちらはテーブルはついてなく、まあ、買い物用とかのねフックがついております。カバンとか置けるように両方ついております。こちらかなりね、後席広すぎです。でもこれシートが調整できます。はい、このようにねスライド式で調整の方ができるので、こうやって狭くはなりますけども、後ろがかなりね荷物が置けます。はい、このようにね、かなり広いスペースが確保できます。はい、こんな感じでね、まあ、シート調整ができるんで、結構荷物の積み込みがいろいろできるんじゃないのかなと思います。ちなみにこれが今後席は前下げの状態です。まあ、前下げにしてしまいますと、かなりねスペースの方が限られてきますので、ちょっとこの状態では積み込みはしにくいかなと思います。ここの収納スペースは生きているので、ここだけで考えたら、まあ、収納はしやすいのかなと思います。はい、あと一つ僕びっくりしたことがありますのが、ここのサンバイザーかサイドバイザーか、ちょっと名前の方忘れしまったんですけども、かなり大きいんですよこれ。見てください、これこちらにはまあ鏡がついていて、それについての照明というのはついておりません。でもね、これ鏡一つに対して周りのバイザーがかなりでかいというのでね、珍しいかなと思います。はい。まあその分ね、日がかなり遮ることができるんじゃないのかなと思いますんでね、眩しい時にはこいつが生きてきそうな気がします。あと、ちょっと触り心地で、僕はこの触り心地あんまりないなっていうのが、ここなんですよ。ここに使われております、ちょっとね滑り止めっぽいような素材は、今までこういったのを使用した車見たことないなっていう、まあ、こういったねプラスチックのこのシボの感じはよく見るんですけども、まあ、こういった感じの滑り止めみたいな素材は初めて見たなと思いました。結構この車メッキがね要所でね使われておりますんで、アクセント的にはねかなり僕は好きなアクセントになりますね。メッキのアクセントどうし、やっぱ白はねおしゃれだなと思いました。はい、それではまとめの方に行きましょう。
はい、こんな感じで、まあ、簡単にね、こちらのダイハツのキャンバスのご紹介をしました。外のね、外見はかなりね、丸みを帯びているっていうので可愛らしいデザインじゃないのかなと思います。車内はね、もうやっぱりね、こういったアクセントでかなりおしゃれに作られているなと感じました。インテリアの方が僕はおしゃれだなと今回感じましたね。もしかしたら外装のね、カラーによって内装色っていうのがまた変わってくるのかもしれないんですけども、今回ご紹介したお車のカラーですと、まあ、こういったね、内装色になるっていう感じで、ここはすごくいいなと思いました。今から実際にこちらの方のお車を、まあ、走行してね、次は走行レビューといった感じでお話ししていきたいなと思いますので、よかったらね、次の動画もご参考にしてみてください。はい、本日の動画もし参考になったなと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。知らしめを